斉藤慎太郎八段です。よろしくお願いいたします。そして及川拓真七段です。よろしくお願いいたします。立ちやすい方で大丈夫です。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは、お疲れ様です。では、及川先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか複雑ですね、ここに立つというのは。あの解説会場に、ね、出させていただけるのは本当にありがたいことなんですが、ね、負けたから来ちゃったみたいなところがあるので複雑ではありますが、確かにどういうテンションでやっているものかねえ、ここにね、藤井さんと増田さんが解説会というのもレアだったと思うんですが、まあいずれの機会にとっておきましょうか。では、あの改めましてお願いいたします。よろしくお願いいたします。僕ら午前中で負けちゃいましたけど、お弁当は出してもらいましたね。よかったです。ね、当然お二人は本局に備えてね、食べるんで、僕らはどうなのかというところなんですが、一応事前にね、ありましたね。勝っても負けてもお弁当はあるので、はい、選んでくださいみたいな感じで。でね、お二人の対局者と同じ扱いでよかったらっていう。ね、うなぎと天むすがね、はい、選べたんですけど。及川さん天むすでしたね。そうなんです。で、後から聞いたら皆さんうなぎの方だった。そっか、そっちが主流派だったんだ。いや、僕もそう、てっきりうなぎでみんな気合い入れるかなと思ったら、及川さんが天むすで。でも、まあ。ちょっとでも、ちょっとした事件というか、はい、あったんですよね。あ、そうなんですよね。なんか僕ら反対のお弁当。反対の方にお弁当置かれてまして。ね、もう開けかけたんですけどね、天むすとうなぎを。まあ、希望の方ね、食べられて、十分、天むす美味しかったです。ああ、そうですよね、はい。名古屋の名物ですもんね、本当に、ね。はい、こちら名物も、はい。ありがとうございます。非常に美味しかったところです。はい。さあ、局面は、進んでますね。そうですね、進んでまして、6七銀と、はい、引かれました。今日は角換わりの日になったんですね。じゃあ、本局も。ね、角換わりです。そうです、ね。いや、まあ、あんまり思い出したかもないんですけど、1局目、2局目はまあいいんですけど、はい。まあ、本局は角換わり。本局も。本局もですね。ね、もですね。そういう日でしたね。まあ、ちょっと序盤、そうですね。増田さんがまあ、工夫というか、まあ、5二玉寄って5四歩ぐらいからちょっと前例が少なかったと思います。うん、4四歩ぐらいで本当になくなったかなという感じですが。まあ、確かに珍しい戦法でしたね、後手の指し方は。このぐらいの場面はちょっと争点にもなりそうな、このあたりが、嫌いもあったので、まあ、増田さんとしてはちょっと挑戦したような感じだったと思うんですが、まあ一応この、4三銀、3三桂、3二金は、まあ最近だと嬉しいとされてるような、ね、はい、連結のいい格好なんで。そうですね。まあ、一応換気の形ですよね。そうですね。まあ、増田さんは作戦通りここまで進めているのではというふうな、印象はありますね。まあ、藤井さんの方も、その、ついてきた歩に、こう、交換して、はい、2筋というか2歩交換したんで、まあ、お互いにまあ、こんなところかなっていう感じだと思うんですが。そうですね。で、2歩交換はかなり大きなポイントかなと思いますね。7五歩に6七銀でしたから、ちょっと、なんというか、こう、取り込ませるっていう対応ですね、ここ。はい。ただちょっと、はい。取るとちょっと危なかったということを、ね。どうですかね、同歩だと。そういうのが自然ではあるんですね。ね、同歩取れるなら取りたいですけど、まあ、例えば、こことかの時にもまた、はい、なんかこうなるとそうですね、どんどん開いちゃうんですよね。7六歩から6六角みたいな筋とか。なるほど。まあ、7六歩を6六銀かわしても、はい、なんか角からこう、この玉頭が来るみたいなのとかが、角ですね。みたいなのがあるんで、なんか空間が空きすぎる感じですかね。ちょっと先手としては嫌味が、そうですね。残るところでしょうか。ここを交換してるので、ちょっと若干浮き駒が、2個ありますからね、先手も。はいはいはい、ここの浮き駒を消しとくのは自然です、ね。味よく囲ったと、ね。
で同銀右までですかね。そうですね。これどうですか、ここまでですね。まあここ7五歩っていうのはいつでもある筋なんですけど、後手から、2で進みまして、はい、あれ2三歩と、ああここそうか、はい、受けまして、そうですね、これ歩って歩ってある筋なんですけど、はい、これここがちょっと素通しなんで、こうやって取らせて飛車成りとかがあるんで、そうか、これはこれ、そうですね、空いてるのつい忘れがちなんですけど、だからやっぱりいずれに3歩打たないと、はい、気になるところでしたね、ここは。なるほど、まあ後手としては仕方ない、後手まあここで1歩入ったから、はい、使っても歩切れじゃないという、喜びがあるのかも。でも何もなければこの3歩も嬉しいですけどね。そうですね、使い道がかなり多そうですから ね、まあ気になるのはここに角がいつでも打たれる筋があるので、はい、浮き駒注意という感じでありますが、まあすぐは、まあ、すぐには回って大丈夫そうですね。大丈夫ですね。ぱっと見どうですかね、ケースは。どうなんでしょう。なんかまあこれなら先手もまずまずかなという。そうですね、なんかこの後こうとか押さえても割と手厚いし、攻めもなんか歩がたくさんあるので3筋4筋ついていけば、あ、なんかこう手になりそうですね。こう空いていけば、そうですね、同銀3四歩とかいう味が、まあ3歩あるとやりやすい感じはありますね。そうですね、だからこの瞬間後手が、あ、仕掛けましたね。どれぐらいいけるか、あ、どうでしょうね、この形は。ここね、いっぱい効いてるところなんで、はい、そんなに同銀なら6五歩ですかね、ですかね、同歩に6六角、はい、でもまあここってその銀と金と玉、まあ3枚効いてるところなんで、はい、仮に同歩でこうよくあるのはこういう、ね、はい、継ぎ歩ですけど、はい、どうですかね、結構守りがしっかりしてそうには見えない。まだ取り込んでもそこまで厳しくないという感じでしょうか。ね、同歩がまあ自然には見えますね。なんかこの継ぎ歩ってやっぱこの8筋の守りが弱い時の方が効果的な印象はあるんで、うんうんうん、増田さんとしてはちょっと苦労しているような印象はありますかね。ここだけだとなかなか難しいでしょうかね。ですかね。こことかがどこかで効くかどうかで、なるほど、か後手から突く手があるんですね。どうでしょうね。でもここもその玉にね近いところなんで、はい、やりたいかどうか。あ、でも同銀でしたね。あ、銀で取ったんですね。まあじゃあ別に6五歩はそのままにしておいてもそんなに怖くないでしょうという、うん、藤井さんの考えですかね。でもまあここはこんなもんでしょうかね。ついておいて、そうですね、ついて手を渡すのが自然に見えますね。そうですね、まあ取られてもまあまだなんで、ここで何をするか、うんうん、この次に後手が何をするかまだ難しそうですね。ね、まだ、難しいから、まあこの辺りで藤井さんもでもどこでしょうね、反撃をする場所が結構難しいですね。やっぱり後手もこの構えは比較的隙はないですね。なんかこう、ね、バランスがいいですね、敵陣にこう垂らせるような形はないから、はい、でも同銀結構早かったですね。あ、もう持ち時間が結構どうなんでしょう、開始でもこちらのタブレットですと藤井名人竜の方が残り17分、残り17分、はい、増田七段の方が28分ということで、あ、もう増田七段の方が多いですね。じゃあもう 2,3 分で同銀でしたね、はい、じゃあこの時に何か案があるんでしょう。どこに行きますか。まあ、取れるようにする手はでも結構難しいですね。そうですね、なんかこうとかちょっと角の傷が、ね、傷が残りますし、ね、ここもどうかですね。端は
まあ、はい、ちょっと玉が遠いんですよね。こうちょっと手が間に合うかどうか。なるほど。取ってくれれば、はい、ね、これいっぱいあるのが一歩二歩三歩あ、ん、足りないか。いや、足りてます。一二三四か。四四歩足りてますね。足りてますか、ね。一二三四で最後ここに打って、はい、同歩同飛車というこう十字飛車です。そうですね。この打たれた時に引かなくていい形になるんですね、はい、こう横に取れる形で、うん、これが下の方だと寄れないんで釣り上げて、はい、これはそうですね、歩をいっぱい持った時の狙い筋としてはいい筋ですよね。端ただでもここだとどうですかね、ちょっと甘そうですか。取ってなってと金までがちょっと遠いですからね。3手その間に手が、うん、これなんかこの辺りなら結構有力なんですけど ね、 近いですね、あ、でもちょっとここで今そうですね、まあ、考えられているというところです。3分ぐらい考えてます、ね、はい、やや意外だったかもしれませんね。同銀がまあ作ってもあるし、はい、まあ、怖いけどここを行くかどうかを考えられてるかもしれませんね。うん、第二の攻め筋ですね、そこはね。攻めとしてやっぱり歩を、ね、削るのより、まあ、桂馬をまで取れれば強いんですけどね、うん、これがどうか。同歩なら、はい、打って飛んで取って取って何ぐらいですか。角ですか。どっちですかね。角ですか。単角でいきますよか。でここをね狙ってるんですね、はい。同銀って取らしたんで薄くなってるわけですね。ねえ、なんか逃げた時に慣れるというか、はい、一応ここをついても生かしてはいるんですかね。うん、これ受けにくいんですね。底歩で。受けれないから逃げる。確かに二歩ですからね。ね、角使えないし、逃げて、まあなるか桂馬打つか。なるほど、そうか、桂馬も。桂馬もいいですね。なかなかの味ですね。ここに桂と角なり選べる形なんで迫力があるの、うん、だから三五歩も考えられてるのでしょうかね。なるほど、有力そうに見えますね。そうですね、ここで3五歩か6五歩かはちょっとこの将棋の重要な局面かもしれません、はい、現場で考えたかったですね。こういう局面はちょっと話変わっちゃうんですけど、はいはい、私去年も朝日杯でですね、はい、増田さんと対戦してまして、はい、あれそうでした。あ、そうか、嫌な思い出なんで忘れてたんですけどさっき調べたそこの一次予選の決勝でも負けてました。一次予選で、ああそうでしたか。じゃあ2年連続及川さんとしてもリベンジのチャンスというかチャンスだったんですけどね、はい、でも増田さんすごい気さくな方で、昨日前夜祭懇親会があったんですけれども、はい、その時にルームサービスの話をしてまして、何時に頼んどいた方がいいよとか、はい、教えてくれたりですね。ああ、今回のこの公開対局用の。そうなんですよ。そうなんですか。あと、対局終わってからですけど、はい、ここに来る前とか、感想戦する前とかちょっとだけ時間があったんで、部屋のシャワーの調子とかどういう風に浴びたら効率がいいよとかそういうね話をね。あ、だから今回宿泊した場所についてみたいなことですか。そうですね、ちょっと私初めてだったものでですね、シャワーのタイプがお風呂に対して直角っていうんですかね。シャワーのタイプが、お風呂がこう、まっすぐあった時、水平にシャワーがあるタイプしか私泊まったことなかったんですけど、斜めからシャワーが出るタイプだったんですよ。はい、だから、増田くんに、どういう風に浴びたのって聞いたら、いや、別の場所でシャワー室があったんで、お風呂入って、
って洗うときはシャワーの方へ行きます。あ、そっか。そうか、それが最善だったのかそういう話を。穏やかですね。え、それは対局後ですか？あ、そう、さすがにね。ちょっと、今日の対局前にやるのがね、どうかなという思いはあったんで。対局後にシャワータイプに。そっちの方に教わってました。あ、そうか、そういえば珍しいんですかね。はい、かなと思ったんですけどね。まさきは私、通った道場の後輩でして。あ、道場の。道場の、そうなんですよ。八王子将棋クラブっていう、今、ちょっと亡くなっちゃったんですけど、そこで、はい、同じ道場の、まあ、年齢的かなり下の後輩なんですけど、そういう縁で、知り合いなんで、そうなんですね。ザクバランな話をしてました。あ、そうなんですね、はい。僕も藤井さんとそういう話をすべきだったのか。昨日の宿どうでしたみたいな。さすがに。さすがに、さすがに普通に将棋の話してましたね。あの、終わった後なんで、感想戦を。感想戦をお二人の場面でされてたら。でもしてましたね。うん、そうか、そんな奇策がありましたか。結構ね、その当日以外では対戦決まってても、増田さんって気さくな方なので。そうですね、はい、なんか増田君は誰にでもすごい話しかけてるというイメージはありますし、ね、なんか高専年ですね、某イベントでもね、なんかすごい発言があった、はい、今からクリスマスデート行くっていうね、発言してたらしいです。そういえばそうですよね。ねえ、かなり強気な。強気強気かはわかりませんが、うん、本当に、はい、でもまあ、増田さん昔から何でも言いたいことは言えるっていうタイプではありますね。そうですよね、それでちゃんと名言としてね、名言としてちゃんと定着していくから、ててここぞで、ね、出していくから、はい、まあそれはいいことですよね。まっすぐでという感じで彼の人柄がね現れてるなと思います。藤井さんとは詰め将棋の話は今回はしてない。今回はしてないです。さすがに今回してたら僕ものんびりしすぎだと思うんで。なかなかそうですね。なかなか、まあまあ、今年はそれこそ、詰将棋選手権というのが、まあ、復活するというふうには言われてるんですけど、はい、まあ、ただちょっと、藤井さんちょっと日程的に出れないんじゃないかな。はい、王将戦がね、重なってますから、まあ、そうですね。まあまあ、どうなるかわかりませんけど、はい、長将戦の最終局で被っちゃってるんで。まだどうなるかわからない。まあ、そうですね。あ、6五歩行きましたね。行、はい、きます、ね。まあ、これ一番なんか、まっすぐ、はい、ここを咎めてるというか、ここの薄さをついてる手で。同銀を咎めている感じがしますよね。角がね、このラインに効けば面白そうですが。はい、後手としては、どういう手順が理想なんですかね。どうなんですかね。例えば手抜いた後に、どんな感じで攻めていくもんなんでしょうかね。でもなんか雰囲気は、先手の手を見てのような気もします。なんかこの辺り仕掛けられたら、はい、桂交換して桂馬打つ味にしてたり、なんか相手の手によって、味も作ってるんですね。なんか自分からやらないといけないのは本当にこの手なのかもしれませんね。なるほど。1五歩、6六歩、1四歩っていうのが、まあ、ちょっと先手が怖そうには見えるんですけどね、パッと見は。はい、やっぱりなって、で、と金まで行って一人前ありますからね。確かに角のラインがかなりね、ここで怖い思いをするので、でもまあこれもあるんですかね。先手は先手でなんか、はい、角が来て6九飛車回れるようにとか、なんかこう動かさせようとするなら、これもあります。後手から攻めさせているという感覚なんですね。でもなんかこことここのくらいというか拠点なんで、はい、距離で怖い気もしますけどね。歩がね、近いか。でもまあまあ、いつか打てば硬いし。なるほどか。先受けしとけば硬そうですね。手抜きもありますか。なんかむしろここを相手する方法が。が難しそうですよね。なんかこうとかやってもあまり効いてなさそうな。なんかそうですよね。なんかここを遮ってる駒な気もするから。まあ、でも引きもまあ、普通ではありますか。受けるなら引きという感じでしょう。結構朝日杯にしては止まった気がしますね、はい、6五歩。そうですね。体感は。最初は。8分ぐらい、ね。スピーディーでしたけども。うん。
角換わりは確かに序盤はすごい手が進みますが、途中から一手一手が重い将棋にはなるので、早指しでも大変な僕ら大変さ知ってるんで午前中になかなか、角換わりの大変さは身に染みてるんで、ここ難しいですね。先手もやっぱ角がこの2つ打たれる筋あるんで、なんかいつかやっぱりこう上がって、それがね、こうとかでケアできれば理想なんですけど、打ち場所をケアしたいんですか。なんか取らせて金みたいなのが指したい手ではあるんですが、まあ今はちょっとやっぱり隙が、すぐはまだダメですね。ここでちょっと藤井さんの選択が結構手が広そうですね。ねえ、いやどこに行くんでしょう。まあ一目はこう、はい、1五歩で様子を見ると、他だとどうなんでしょうね。なんかケアしたいんですけど、難しいな。この辺りはでもちょっとつきにくいですかね。今は自分のすぐだと、ね、確かに桂頭の負担が反動もありますもんね。そうか、同桂と捉えた時にここだと、そうですね、同桂6四桂の筋が確かに厳しいので、ね、こう打てれば6五歩がすごい、こうで当たってきちゃいますね、確かに後手も駒が入れば攻め味が大きく増えるので、ここはだから仕掛けてるようでもお互いなんかちょっと緩やかにいく手になる。まだそうですね、激しくいけそうではないですね。いけなそう。6五歩は9分の考慮ということ で、かなり長めでしたね。これ次の一手したらなかなか当たらなかったと思いますね。ここか、はい、1五歩か、なんか受けるでもやり、でもまあ銀を引く、受けるなら銀ですか。ね、ここつく人もいない、そこいないね、いないな、視野が広いですね。ここね、取らせて大手香取り狙いなんですけど、連打す、歩を連打して書くってことですね、なるほど。でもね、さすがに取ってくれないからどうかですね。ね、これやっぱり6六歩の方が強いですね、どうでしょう、7七銀かな。でも、あ、なるほど、強く読んだらこうか、はい、確かにそうか、意外と後手が攻めにくいんですね。こともやっぱこの斜め空いてるのも注意ですね。なんか、こう取った手もやっぱりいつでも角からこう払われる味はありますもんね。先手の角を打って、ね、角打って取ってさらに狙ってつくみたいな筋もありますもんね。だから6五歩も後手としてはあんまり攻めてるって感じではないのかもしれません。ちょっと手を渡して攻めてきてくださいというような、はい、雰囲気はありますね。じゃあやっぱこうですかね。手を渡しつつ攻めてもらうみたいな。後手もここね、この後行く手もあるかもしれませんね。ああ、そうか。桂の打ち場所を作ってから。6四桂を作って、ここでこれもこっちがちょっと遅いと見れば。手数の計算になる。どうなんでしょうね。なってなってぐらいですね。どうでしょう。でもそうなればちょっと早い気がしますね。取って取ってなってなってなって、確かに、飛車先も歩で止められますからね。5五歩突いて3五歩を狙ってる可能性も出てきましたね。なるほど、確かにこれは局面が結構複雑ですね。まあ6分ほど藤井目尻を考えられてますね。そうですね、やっぱ藤井さんとしてはちょっと作戦は意表は疲れたとは思います。あんまり見覚えのない5四歩4四歩を、ね、そうですよね、あそこで突くのは珍しい。わざわざね、雁木に組み直すっていうのは新しい発想、なんか右玉にいるとよくあるんですけどね、はい、確かにあれは増田さんのアイデアね、用意されてた手なんでしょうね。確かにそうですね。
現状はどうか、うーん、でもなんか後手の増田さんの作戦も一理あったぐらいの分かれなのかなと、はい、まあ、やっぱり基本的にはね、こう先手がちょっと指しやすくなりたいのがまあ将棋だと思うんで、うん、増田さんもまあ五分ぐらいなら十分と見てると思うんで、まあ、後手番ですしね、うん、そうですね、この局面がそこに達してるかどうかという感じですね。まあ、どちらを持つかというと、でもやっぱり先手を持ってみたい気はするんですけど、なんとなくてはね、広そうな感じしますからね。ね、なんかやっぱりこの銀2枚もしっかり厚みがあるんで、よくしたいのは先手かなとは思うんですけどね、はい、いや、ここは息詰まる局面ですね。いや、本当に。ちょっと会場の雰囲気がわからないんですけど。ああ、すごい。僕らもやっぱり解説者ですね、やっぱり。いや、対局者の方がいいんですけど。いやいや、僕らもやっぱり、やっぱ見えてるんですよね。見えてますね。確かに、このタイミングの3五歩が。やっぱりいいですね。厳しいってことなんですね。取ったら、さっきの筋もあるし、そうですね。そうですね。4歩あるのですぐ。食らっちゃいますからね。同歩とは取れなかったと思うんですけど、で後手もちょっと6六歩じゃ若干甘いから、はい、ということでやっぱ桂馬を取りにここで来るんで、うん、でもこれ面白い手順ですね。確かにこうつけたところをあえてつかせて、桂の打ち場所を作ってからドンピシャでしたね。増田流のアイデアなんですね、うん、うん、これはちょっと先手からすると意表の手順かもしれない、ね、ちょっと嫌な感じで、藤井さんは多分先に突きが読みだったと思うので、はい、うん、これは確かにその時よりも歩が入ってる分先手は受けにくいですよね。そうですね、同歩もやりにくいし、取って取っても間に合うかどうか結構計算が問われますね、うん、とはいえね、突きましたからね、まあ、突きましたね、うん、はい、確かに、まあ、ここは間に合うなら取りなんですけど、間に合わないならやってみますか。あ、行きますか。行きますか。取って、取って成って、成ってですね、はい、でもこれ戻しどころ難しいですね。手を同金で桂は本当に手番があんまり来ない、はい、まあ、戻ってこないですかね。でも取って歩もなかなかですね、はい、金を取らずに歩が、ね、そうですね、取ってくれればいずれ飛車が成れるので、はい、でもこれ止めた手がね、両取りの形で、一目は後手よしですね。これそうですね、先手はなかなか立ち止まれないので、攻め切らなくてはいけないですけど、ちょっと駒損解消できないの で、 うん、でそうですね、今金、はい、取って金桂交換ですけど、はい、後で取られるんで、取り返さ、どっちかね、取り返されますからね、飛車か金取られちゃうんで、はい、これはやらないでしょうね。やりづらいですね、はい、だから先手もまあ3五を突かせてこうとかです。いやでもちょっと違うのかな、どんどん歩がぶつかってきますね、これなんかここが空いたんでこう、はい、取ってで2四歩みたいな筋を金取りになる、ね、そうですね、作ってるので、まあ3五を突いた瞬間4五歩はまあよくある筋ではあるんですけど、でもここそうなんです、やっぱり桂馬交換後手もしたいところなんで、ちょっと違うような気もしますね。なんかパッと見はそうですね、だから後手が結構いいタイミングで、はい、3五歩のタイミングでも疲れました。あ、4五歩、はい、あ、当たりますね。当たります、ね、今更、今更当たりますね。午前中は全然当たらないのにという。正しいところに手が来てますね。ねえ、やっぱりそうなんですか。まあ、一応は間に合わなかったということですね。こっちそうですね。やっぱり間に合わなかったので、はい、ここの連結をやっぱり崩したいんでしょうね。ってことですね。だから取って、はい、取ってならどうなんでしょう。結構先手の手が進んでるのかな。仮に、はい、取ってみますか。現状はもう桂馬がちょっと受けがないんですけどね。必ず桂交換以上にはなりますか。
おー、なるほど。ね、こことこうで、はい、こういう道筋です、ね。そっか、今度そっちのラインが。これね、はい、こう空いたからできる。なるほど、確かに。筆止まらないということなんですね。まあ、これはなんか受けにくいでしょうね、はい、受けてもまあ確かに当たりが強くなる感じがしますね。もうなってなってのうちに攻め合いが、はい、確かにこの辺取られても先手玉はそんなにね、やっぱここ3枚ね生きてますからね、うん、確かに手ができちゃえばというところか、なるほど。1七角はなんか相手の音が見れますもんね。なるほど。だから3六歩も、はい、3六歩を相当牽制できてると思うんですけど、まあ同桂ですか、はい、3六歩が無理だと桂で取りたいですか。そうですね、この同桂の時に、すいません、同桂の時に角とか打ってないの、はい、なるほど、ね、そうか、取るとちょっとやっぱ空間が空いちゃう、空間がそうですね、空くので、ここを角で取りたいんですけど、はい、そうか、でもこれも結構怖い手ですね、はい、この瞬間がどうかという、まずありますか、怖いところですね。でも角で玉でギリギリ大丈夫なんじゃないかな。ああ、なるほど。確かにこれまた金にも効いてるんで、そうなんですよね、ここを攻めですね、開けずに取って桂馬と角の連携でいければ、はい、確かにそれはいい感じなんで、味よし。あ、桂で取りましたね。僕らずっと当たってるんじゃないですか。すべての手を当て続けてる。斉藤さん当て続けちゃう。読み切っちゃうかもしれない。将棋の指して予想屋ができるかもしれない、これは。素晴らしい。うん、でもまあ、同桂に同歩かどうかは分かんないですね。はい、ここですか。そうですね。いや、でもなんか、これを教わると、こう打ちたくなりますね。ね、なんか同歩だと手番が。確かに、4四歩、2四歩入っちゃいますからね。さあ、桂で取りましたね。あ、ここは同歩でしたね。さすがに、そんな予想屋にはなれなかった。角の方が良かったんじゃないですか。いやー、どうでしょう。なんか、気づいていれば角も考えたような気がするんですけど。まあ、一瞬ちょっと隙があったかどうかですね。はい、そうですね、この角の瞬間。瞬間になんかあった。角で取れれば大きかったと思うんですけど。かなりね、味が良さそうですけど。まあ、でも松田さん、まあ、決めてた感じの速さでしたね、ではそろそろお時間となりましたので、はい、斉藤先生、及川先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。拍手でお送りください。どうもありがとうございました。それではご講談ください。